今の試合はなんか気持ちよかったな。ちゃんと盤面整理できたから。お、偽ペンやるぞ。インポスターがガンガンにキルしますよ。任せてくださいね。偽ペンシューシュー3、2、うわあ！ナイスナイスナイス。3人で白取ればいいじゃないですか。まあちょっと考えたけどね。俺も考えましたけど、どこから？キッチン脇。あ、そうなんだ。この3人キッチンですよ。僕とシュウネさんとマオさん。信じてもらいたい。スキップしてます。はい。ニセペンのスキップが早い。いやもうみんな殺そうと思ってたからな。殺意は感じたようだ。金庫。9999999出てっちゃった。99。スナペイさん殺したいな。下行ったか。下ねえ。4、3、2、えい。ああ。ほい。あら。展望デッキの。なんて言えばいいの、停電の下、ちょっと下ぐらいのとこ。デグラ。閉まってました。デグラってことですかね。デの上ぐらい。うん、デの上ぐらいです。どういう発見ですか？扉閉まってて開けて、僕がアップロードしようと思ったら再発見って感じ。アルトさんのセルフではないです。すぐ後ろに僕がついてる感じなので。その後ろに僕がいます。あ、そうなんだ。おお、すごいよ。梅健さんか。梅健さん見えてないです。すみません。梅健さん、梅健さん、席の後どういう経緯？席の後キッチンでバーガーやって、で、今アルトさんとケイさんがはい。だとすると僕目線梅健さんがK さんの後ろっていうのはちょっと違和感で、梅健さんが石油からキッチン側行くのを見送って僕テープタスクを終わらしてカメラを5秒回してるんで、うん、バーガータスクだけやって K さんの後ろだと。あ、K が少ないです。だけじゃない。ゴミ捨てもやってます。ゴミ捨て先にやってます。先に言ってほしい。ゴミ捨てを先にやって、ごめんね、ゴミ捨てを先にやってバーガーの方にそれ畑迫さん白出せます。アーカイブです。うん、シウネさんとゲンさんまで白です。ありがとうございます。まあでも、どのみち扉閉まってたんだったら僕って無理じゃないですか？切って閉めてリアクター鳴らしたがあるなって思って。魔王さんって、最初、金庫で一緒でしたよね、僕。金庫。その後、どういう移動になってますか？金庫行って、で、キュッキュやって、お着替えやって、ダウンロードやって、今、宿舎開けて、エンジンの、通路の真ん中あたり。ミスにもいなかったと思うけど。あれ？あ、ごめんなさい。ゴミ捨てキッチンだから。うん、僕だって武器庫から行ってるもん。うん。ゴミ捨て料理でしょ？ゴミ捨て料理で料理してるときに、多分アルトさんの方が先行に行ってるんでしょ？で、その後ケイさん、僕が出るときに、てか俺ケイさんと真横にいると思うけどね。スノパイさんって最後どこ？俺エレキ。あ、エレキってんのか。ペンさんは？自分がですね、キッチンでハンバーガータスクやりまして、後に武器庫に行きまして、で、コックピットで終わってます。容疑者では。コックピットで最終です。宿舎前右の扉って見えてました？宿舎前右？あ、ごめんなさい、宿舎前の、うん、そう、右、昇降機左の扉。これ、梅系対抗じゃなくて。K さんって、K さんの場所って今、展望キッチンのとこですよね。うん、あ、いや、バーガーにいたって言われたらそこは見えてない。確かに。あわあわ、ふう、殺すしかねえな。シュシュ、偽ペンがサボタージュはできないから俺がサボタージュをしなければいけない。ピューピュー、停電偽ペン。あ、もう K さんって今どこにいるんですか？今じゃなくてそのさっきキッチンって一緒に入って配線のところに行ったら、アルトさんがボタン通報してくれたって感じですよ。僕の視点だと K さんとコックピットですれ違って、武器庫入って僕が扉1個開けて後ろ誰もおらず、いやいる、キッチン入って左下開けて誰もおらずそんこの距離感でみんなそんな見えてないことあるいやマジで誰も見えてないから。いる現ですよ。梅健さんってアルトさん見えてますか？アルトさんは見えてない。見えてない。あ、俺返すよ。アルトさんがレポートしてるから、うん、誰かが扉を開けて、で俺と K さんで行って、その先に行ってる人が絶対いるから。K さんが後ろにいるっていうのを言ったから、梅健さんはその後ろに俺がいるって言ったわけでしょ。アルト K 両方が見てるわけじゃないんですね、梅健さんは。そう。これそんなごちゃってんのは停電してたからではなく。停電もしてないですよ。リアクターです。リアクターだったからね。そうか。うん。まあでも梅健さんがバーガーの位置にいたら僕は確かに見えないしっていうので、一旦とりあえず僕はやっぱドア開けてゴミ箱やってバーガーしてたとしても梅健さんが短いと思う。いや、そう短いですよねと思って僕も入れてます。さっき300。それで釣るのはやめてほしいわ。いや待ってもし梅健とかが事前に切ってたパターンだとリアクターになるのが遅すぎると思う。切って停電鳴らされる前に、相方に照らされる前にリアクターに誘導したかったから鳴らしたが正しいと思うんだよな。そこはインポスターの気持ち次第だから分かんないけど。レタス、玉ねぎ、バーガーの内容ですら覚えてます。ほんまに。レタス玉ねぎは下から上から？下からレタス玉ねぎまで覚えてます。検証無理。なるほど。梅健さん視点誰が一番怪しいですか？だからKさんとアルトさんが白ってことでしょ、これだって。僕は白になる？違うのよ。俺視点は洗えない。俺視点むしろ一番後ろだから、俺視点は洗えないのよ。だって俺画面に置いてきた以外わかんない。そっか。でもあるか。アルトさんが行きそうなのが見えてるインポスターはリアクター急に鳴らすか一旦。俺コックピットから出てんのよ。梅健視点はペンさんかマオさんとかじゃない？ペンさんマオさんは。疑うならその2枚のどっちか。そう。金さん疑われる位置だと思ってる。ペンさん銀さんみたいに言うな。だから僕はペンさんに入れたんだけどさ。ペンさんが真後ろにいるんだ。あれこんなに急に増える。あ、ごめん、スキップ入れちゃった俺。逆にしてください。あ、怒ってる。レタス、玉ねぎな。覚えとくよ。レタス、玉ねぎな。スナーパイ。ピュー。ピューン。終わり。13、12、11、9、8、5。もうはい展望停電直し。あら敵なし。マット来てなさってまた迫さん持ってかれてる。マットかい。つまりほう。俺偽さん真央さんで疑われる流れじゃんこれもう。いや大丈夫。むしろ多分 K さんが訴状に上がってくると思います。そうか。アルトさんは K さんの死因がないわけですから。いやだから後ろに K さんがいることが見えてない。見えてないだけで K さんの位置を証明してたのが梅健さんだから、扉開けたのを知ってるし、多分コックピットですれ違ったまでアルトさん覚えてる感じですよね多分。そうですね、コックピットですれ違って、そこまでの死人はあって、そこから僕は後ろで追いかけてっていう形なんですけど、アルトさんから見えてなかったっていう。あれ偽ペンさんってごめんなさいね、偽ペンさんって武器庫で何かしてましたっけ？銃をしまってました。下にある銃をしまってました。そしてその後、コックピットに行って終わりました。進行の提案なんですけど、魔王ニセペン K から一人つって街でいいかなって思います。いいと思います。ちなみに梅健さんからのパスを僕は多分踏みにじったことになるので、あんまり人外で見ないでほしいです。だってインポスターだったら視野も広いはずだから、絶対梅健さん視認できてるはずでしょ。なんか解決したんだけど、梅健さんがじゃあ視野が広かったっていうことだと解決したから僕の中で。いやライン切ってるね。でも俺釣られないんだったら別にニセペンでもいい。でも羊飼い系もいい。ケイさんに1個だけ聞いていい？キッチンに同時に入ったであってんの？ケイさんの認識って。ちょっと上にいたけど、アルトさんがドア開けてくれてるのをちょっと待ってる。でも僕が追いかけて。でもね。分かった、大丈夫です。はい。はい、シェリフちょっとケース。いないシェリフいない。いねえの。ああ、クードゥーか。ハタサコ。でも、ハタサコだったら出るよな。クードゥーさんか。まあまあ、まあ、いいよ。ブレそうだから、とりあえず K にセペンでいいよ。いいよ。うん。よし。うん、私ちょっと、わかりました。白上げときます。このバイボックスは僕はケンさんに入れますが、梅ケンさんのバーガーの内容を聞いたマオは黒いと思ってます。タイムイートだと思ってます。自分は喋らないよ。リアクターが鳴ってるのに、エンジンに下っていくマオさんの行動があんまり黒っぽくないなと思って、ちょっとお時間いただいて喋っちゃいました。ああ、そういうこと。そうそうそう。無視しただけ。ごめんね。偽ペンが献上されてしまったか。偽ペンが献上されてしまったか、場所がわからんな。ピュッ。12、11。6、5、4、3、2、1。もうマジで。はい。じゃあ、おっしゃんでちょっと喋ります。K さんのちょっと白目を上げたくて、アルトさんがレポーターじゃないですか、あの日。で、アルトさんが鬼発見したときに、K さん、開幕アルトさんはもう白出しちゃったわけですよ。で、あの状況下、アルトさんが K さん見てないっていうのが、K さんがもし人外で距離が取られてて、まあ、見えるか見えないか微妙な位置ぐらいの位置関係に仮にいたとしたら、多分、うん。今みたいなそのアルトさんに叩かれる可能性がリスクのある行為を K さんがわざわざするかなっていう印象がありまして、まず僕の視点から話すと、僕はコックピットから出て下に行って発見なんですけど、僕のコックピットの弁当をまず疑ってないのが1点、うん、疑わないですよ。だから僕追いかけてキッチンの扉開けてるアルトさんを見てるんですから。だからね、 K さんが黒だったら多分浮き位置でもいいからとりあえず適当な位置を言って黙っておいて、容疑位置の1枚として参加して、アルトさんのセルフもありますよねっていう形の方が HP 多くなると思うんです。でもこれ止めるんじゃないの ?1、3 入れて。釣りは止めでいいんですけど、今後のために。疑惑を解消しときたいっていう話だと思うんですけど、アルトさんと僕のすれ違ったタイミングって、キルクールタイム開けてないタイミングだから、それの前のタイミングでアルトさんがコックピットからのベントのキルに関しては疑う余地がない。それは起こり得ないことだから、その後僕はキッチンに追いかけていって、扉を開けているアルトさんを見た以上、そこにはベントで通る道はないもんで、アルトさんはキルしてないよっていうのを伝えた形です。うん、まあまあ普通にアルトさん視点で見えてない K さんが実はキルしてベントの中にいて、アルトさんの発見を知ってるからそこにいたって言って、見てないけど梅ケンはその羊飼い K さんを見たってフォローしてるパターンがあるので。あ、もちろん多分アルトさんの疑問に僕は一旦解消したんです。だからこそ疑いの目って多分いつまでたっても解消はされないと思っていて、いいですよ。全然理解しましたので、印象がよくなっとけば後でなんでしょう、僕の目の前で誰かが切った時に有利になるので、こういう積み上げも大事かなと思って、多分ゲンさんがパスくれた感じですよね。まあ長々と話しましたけど、とりあえず開幕アルトさん弾いたっていうのが印象いいって話です。はい。まあ、あんまり刺さってはない。いや、アルトさんに刺さってればいい感じなんで。僕には刺さってない。刺さってないんかい。頑張ったよ、この時間じゃ。でも、分かりましたということ。虚無の時間。なんで僕じゃあ丁寧に説明したんだよ。刺さらないよ。死うね神。ピヨイン。いるん。神アルト。ミサボン。神ね。アルトさんも殺せないしな。マジで人に会えない。こんなに人に会えないことある？こんなに人に会えないことあるか？神いた。やっと殺せた。ふう。いいとこで殺したな。15。もう1キルぐらいしたいな。3、2、1。ふう。いや、これ、リンドきついな。ボタン押そう。おお。ガミさんはシュウネさんと近くにいた記憶が左であります。ありません。所定、ガミさんとマオさんとシュウネ、貨物で湧いております。ラウンジアーカイブシャワー、メインエンジン、コミュと言っていて、コミュを直したのはシュウネです。その場にゲンさんもおられました。その後、ゲンさんがどこ行ったのかは知りませんが、ボタンを押しに行ってるところで、リアクターが鳴ったので、コックピットでダウンロードはしてますけどね。コックピットでダウンロードしてからエンジン、昇降機左でずっと入力して、終わりです。シュウネさんに追加で情報を出しておくと、私、ガミさんと一緒に武器庫に入ったんですね、そのコミサボの後。で、ガミさんは上の銃をしまいに行って、私はそのまま下に流れたという感じですので、シュウネさんがガミさん見てないというのは一応成立はします。はい。あと、開幕、シュウネが貨物、ラウンジャー、アーカイブ、シャワーメインとガン出してるときに、エレクに降りていくスナパイさんを見ています。うん。これ多分。電波デッキから出てきた人ってどなたです？リアクターなるちょい前。出てこない。死体の人か。インポスターかってことね。ゲンさんが言ってることが正ならガミさんじゃないかな。うん。OK です。じゃあガミさんの方が多分直近っぽいですね。あと死体っぽいですね。タスク終わんないです。残り1ロならタスクは絶対終わりますが。うわー、きつい。もう全部サボ回しちゃったから私。マジで。ちなみにどうします？もうあと1ロって前提で釣り入ります。さすが。1ロだった場合ってどっちなんだ。まあどっちでもいいのか。うん。いや、あと一郎だったっていうことになると、ニセペンさんでインポスター確定だから。マオさんの経路ってどういう感じですか？俺は貨物で、右上の給油やって、ラウンジでカポカポやって、終わったあたりでアルトさんいたっけ？いましたね。その下、ガミさんが通過してますね。で、その後アーカイブ行って、シャワーの違うわ。覚え芸を入力して、メインエンジン宿舎、で、ミーティングに行って、ミーティングのタスクをやってるときに、リアクターが鳴ったんで、ボタンを押した。全員でボタンを押しましょう。もう、これ、無理だ。はい、どうやっても釣れないから。全員でサボ、全員でボタン。うん。うい。よう頑張ってる。全員でサボね。どこできる？それ取りゃいいんだ。リアクターかな？17、16。ああ、早いかも。13、12。7、6、2、1。うわー、ボタンいるかな？うわ、シュウネさん切っちゃった。マジか。見ないで危ねえ、もう。羊飼い K の文字が見えたんだけど、K さん誰かとすれ違った。羊飼い K さんだよ、K さん。俺も見た。K さんが登ってくるのが見えてんだよな、多分あれ。はい、その通りです。K さんが登ってくる。見た。ミーティングの上に死体があって、真央さんがすれ違いざまで降りてきたって感じです。じゃあ、K さんが切ってる。俺、治んないからコミュサボに降りて、違うわ。コミュサボに行こうとしたら、K さんが行って、死体どこ？ミーティングの上です。ミーティングの上。じゃあ、K さんでいい。で、あれ、その見たんでしょ？ K さん。K さんの文字だけ見えて。ああ、じゃあ、もうそれでいい。登ってきてますよね。アルトさん、どこから発見ですか？僕ね、ミーティングの中にいて、シュウネさんが上にいたんですよ。で、多分、直しに行こうとしたんだろうね。なぜ手前側の真央さんは切られてないんでしょうね。手前側の真央さん、どういうこと？真央さんと僕はすれ違って、その奥にあるしうねさんを、すれ違ってない。まずそれが嘘。もうその時点で嘘だから、この話は意味がない。俺、計算をしてる。すれ違ってない。すれ違ってないと。アルトさん、すれ違ってないらしいですよ、僕と真央さん。うん、すれ違ってないよ。現状今どこ？俺今エンジン。コミサボを直しに行ってる。どっから通ってエンジンに行ったんですか？メインエンジンで今どこにいます？今エンジンの右のメインの入り口の階段あるじゃん、そこ。はいはい。源さんどうすか？ドア情報言えますか？ドア状況、メインエンジンのドアを俺が開けたからそこは開いてる。他はわかんない。そこが嘘になりますね。なんでですよね。メインエンジンは私と K さんで開けてるんで、はい、ふざけんなよ。羊飼い系が殺していた。羊飼い系だ。よかった。いや、まだ未確定な要素あったんで。いや、ちょっとなんかアルトさん、あ、よかった。くそ。大丈夫大丈夫、もう疑念は払拭されてるので。なさあ、いや、もう完全に別の場所言えばよかったな。くそ。ナイファイ。いや、真央さん惜しかった。ナイファイ。惜しかった。ありがとうございました。じじい。どうも。いや、惜しかったっすわ。でも梅健が裏切ってる。やだ。勝ったかもしれん。勝ったよ。アルトさん全然響いてない感あったからすっごい不安だった。いや、登ってきたな、ちょっとあれ。いや、まあ俺の視点だと本当に計算見えてなくてワンチャンありましたね。そうなんですよね。多分言ってることはわかるんですけど、疑念がどうしても一方的な信任って怖いですよね。ずっとね怖いですよね。どうしても自分の視点の方が動き早いですからね、先を見えちゃうんですよね。よし、じゃあ多分ラストですかね。お願いします。お願いします。